品川です。庄司です。どうも、エコーゴーです。よろしくお願いします。いや、ありがとうございます。いや、もうゲストに加納英子さんが来てくれましたよ。よろしくお願いします。嬉しいんだけど、やっぱこの品川ですを後輩の前でやるの恥ずかしいんだけど。なんでですか。やり始めた。有川さんが俺が品川ですって言った瞬間にこうグッて引いた。久しぶりね、久しぶりね。だってあれやるだけでルミネが壊れるぐらい感じたもんですから。そうそうなんですよ。その現役の時にお世話になったスタッフですからね。そう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 。がバリバリやったと。英語で今入って、はい、あ、これね、はい、こちら。そうなんですよ。すごいね、やっぱりね。登録者数10万人いくと、うん、あの Google さんの方からこれいただけるんですよ。夢だよ。いいですか、ちょっと。もちろん。うわぁ、意外と重たい。うん、しっかりしてますよ。うん、いや、俺は自分で取る暇でいた。熱かっこ悪い。やっぱ人の銀の盾は持たない。これ、あの銀の盾も嬉しいんですけど、うん、これ、送っていただくと手紙も入ってますよ。うん、Google さんの、うん、社長さんからかな。うん、その手紙に心熱くなるんですよね。あなたの動画で元気づけられた人もいます、励まされた人もいますみたいな。あなたの動画まだ100万人という、あ、100万人いくと金の盾がもらえる。遠い道のりかもしれませんが、私は遠くないと思っていますみたいな感じで、これからも世の中の人を盛り上げてくださいみたいな。嬉しいです。だってさ、今年の初めの方、俺も YouTube なんかやってなかった頃ね、エイコちゃんと話してて、エイコちゃん YouTube やってる人どうなの、全然ですよ、全然増えないっすってずっと言ってた。はい、数ヶ月間ずっと言ってました。結構飲むたびに、いや全然増えないっすねとかって言ってたの。もう今年あれよあれよという馬だもん。すごかったね、会心に。ほんとだから知らない人が多いんですよね、この人が YouTube やってるっていうのを知らない人、あ、やってたんだって登録してくれたりだとか。いや、結構俺らロンハーできっちりとやってたんだっていうのは伝わったと思う。その上でよ。だからその上で。ちょっと増えたんだけど、ちょっとね。ありがとうな。優しいやつだな。うん、でもその上で。上よ、上よ。めちゃめちゃ仲いいよね。もうよくあのご飯誘っていただいたりとかして、うん、はい、あのね、きっかけがあって、うん、スキャンダル、はい、の時なの、うんうん、俺が英子ちゃんの囲み取材を見て、うん、伝説のね、メール送ったんだよね、はい、あの野生の勘っていう、もう名言、うん、あれを見てやっぱり面白いな、みんな待ってるからねっていう2行、うんうん、ショートメールだったんだけど、その前はほとんど飯も食ったことないし飲んだこともない。そうですね。なんでその時に電話番号を知ってたかも、うん、謎。そうっすね。ぐらいのどこで交換したのか覚えてないですけど、関係性、うん、そっからじゃあ禁止開けたら飲みに行こうかってなって、うん、そうっすね、開けてからすっごい飲むようになりました、うん、そう、そっからもうだって吉本の後輩よりも合ってるイメージよ。そうっす、今だから中岡と英子ちゃんが一番一緒にいるかもしれない。あ、そうっすか、うん、最初僕が飲み出した頃は、うん、フルポン村健いたりだとか、うんうん、2分の5森本さんいらっしゃったりだとか、うん、吉本の方も確かにいらっしゃって、うん、いつからかもう2人で遊ぶとか、うん、もうランチも行ったりとか。ランチも行くし。ランチ行って何するいや、ランチして終わりです。ランチすんだよ。飯食って、じゃあね、はい、昼間集合、昼間帰る、外でね、健康的夜、なんかお酒飲みながらなんか、ああだったね、こうだったねとかって語り合うならなんとなくわかんないけど、芸人がランチに集合して飯食ってバイバイってちょっとよくわかんないよね。会いたいんだ。会いたい。そうですね。何がおかしいんだよ。いや、会いたいって何なの。普通にな、うん、会いたい、会いたいです、会いたいです。会って喋りたい。シンプル。だから地方のところがすごい仲いいね。泊まって、次の日の朝から二人で遊んだり、うん、福岡で。ええー。飛行機間に合うのに、二人でホテル
取って泊まって、そう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 。一緒に過ごしたい。楽しい。楽しい。落ち着く。落ち着く。僕が落ち着くって言ったら失礼かもしれないですけど、いろいろとやっぱ品川さんがすごいやっぱいろんな知識豊富じゃないですか。うん、まあね、いろんなジャンル、お笑いのこともそうだし、映画のこともそうだし、漫画のこともそうだし、いろんなことをやっぱ教えてくれるから、僕も知識学べるし、なんかね、テレビで見るより結構男気があるの。本当ですか。あ、なんかそれはよく聞くよね、でもね。まあ、例えばなんか一般の人が失礼な感じで声かけてきたりとかしたら、俺よりもむしろ栄光ちゃんの方がそういうのやめてくださいとかって割と言ったりとか、後輩としての立ち回りがすごいんだね。でお笑いに対しても熱いのよ。でも好きなんですよ。だから思い出したかのように間違えたりするの、言葉を。そのギャップがギャップ萌え。何に関してんの。あ、結局間違えるんだみたいなのがたまんないの、面白いの。中岡もそうなんだけど、中岡も意外と男気あって、もうお笑いの話大好き。だけどちゃんとアホな部分も残ってるから、それがもう聞いてて楽しいの。品川さんお笑いの話好きだもんね。好き。で同じ温度で話したい感じあるもんね。でも僕なんか他事務所だから、吉本のその先輩の話とか、でもそれこそダウンタウンさんがあったりとか、東野さん、今田さんとかのもう付き合いあるじゃないですか。そこのやっぱお話も聞けたりもするし、やっぱそれやっぱ吉本さんならではのやっぱ話とかもあるし、でも飽きることなくずっと延々と喋れますね。あとなんかたまにサプライズっていうか、たまには有吉さんと飲んでみたくないですかとか言って、有吉さんを誘って飲んだりとか、ありましたね。たまにはパーパーと飲んでみますか。パーパーありました、ね、幅広いね、小杉の後輩を、とか彼女とか、あ、うちの、はい、紹介したいとか。僕も彼女できた時、一番最初に紹介したの品川さん。そうなんだ。みんなで飲みに行ったんだよね。一軒目は吉本のやつらもいて、チームの大吾さん、般若のカナダ、でダイヤの津田さん、でみんなに内緒にしてて、栄子ちゃんはその日まだ俺にだけ紹介しようって言って、品川さんもう一軒バーみたいなところで紹介させてもらっていいですか、お全然いいよ全然いいよって言って、じゃあお疲れみたいな感じで吉本勢が帰っていく中、津田が品川さん俺ももう一軒いいですかって言って、同じタイミングで津田にも紹介する。本当は品川さんだけに紹介したかったのに。言うてえやと。初めての津田さんとご飯だったんですけど、ほんで柴田さんのバーに行ったんだよね、そう、まあ、西麻布ので久しぶりに柴田さんにも会って、なるほど、いろんな巡り合わせがあって、なんかいい夜だったの。いい夜でしたね。好きなのよ、その一番に紹介するっていう。あ、そうなんですか。もう好き。好きでしょ、心開いてくれるともうめちゃめちゃ好きなのよ、品川さんって。だから俺別に人に嫌われてもいいやっていう気持ちがあるんだ、ただ頼られたいっていうのが、超えていってるもんね、すごいね。だから頼られたらもう何としても守りたいは結構めちゃめちゃ相性いいんじゃない。だから兄貴肌っすよ、めちゃめちゃ相性はいいと思う、本当に。ナチュラルにやってるわけだよ。ナチュラルに、本当は要はもう番組とかで一緒になって、この後飯行くかっつったらもう喜んでいって、今日の反省点とか、こうした方が良かったなとか話せるし、うちの兄貴にみたいな感じでやっぱ思ったりもするんですよ、古文肌というか。あ、なるほどね。それこそ庄司さん覚えてるかどうか分かんないんですけど、アメトークで品川さんに助けられた、感謝してるっていう、ありがとう品川芸人、品川さんこんな言われてるけど俺らは慕ってます、品川さんありがとうございます。でそこに最後庄司さんも来て、来ました来ました、打ち上げ行こうって言って、麻布十番の居酒屋行ったじゃないですか。で、その時、庄司さんもいらっしゃって、珍しく、すごい居酒屋の個室で品川揃ってるって思って、で、出川さんもいらっしゃって、出川さんも品川、本当に良くてさ、そういう会だからね。そう、僕ら後輩もいる中で楽しく、あそこあだったこうだったら楽しくワイワイやってるのに、フルーツポンチの村犬が、自分の話ばっかりして、それがムカついて、俺のここ良かったですよね、品川さん。俺のこれ良かったですよね、とか。あ、俺こう持って良かったか、とか。結局お前自分の話しかしてねえじゃねえか。もうやめてくれねえか、その出てってくれねえか、つって。俺が出てきました。帰りますって帰りました。そっからなんだよね。はい。
ずっと積もってたのはあったんですけど、そこでちょっと爆発しちゃった。なるほどね。いや、その愛とかも多分品川感じてて、うん、めちゃめちゃ相性がいいんだよね。だから、うん、というわけで栄光ゴーンにもね、私たち出させていただいてますので、はい、お笑いの話とかもしてますので、はい、ぜひご覧ください、はい、というわけでゲスト加納栄光さんでした。ありがとうございました。この動画が面白いと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録の方お願いします。お願いします。品川です。庄司です。どうも、栄光ゴーです。品川ですを後輩の前でやるの恥ずかしいんだけど、なんでですか。やり始めた。